木尺山城は、群馬県桐生市北部の梅田町にあった桐生市の城である。桐生城とも言う。桐生市街地から北に5キロメートル、桐生川上流西岸に沿った形でそびえる城山、頂上に築かれていた城。天然の溶岩を利用した典型的な山城であり、山頂の本丸から北西にかけて二の丸三の丸を廃止、その間に堀切りが構築されている。 本丸の南東中腹に、魚価格、二の丸北の北角などの遺構が残っている。麓の群馬県道、栃木県道66号気流田沼線から山頂まで林道という歩道が整備されている。被釈山城は、官能元年、藤原聖足利系佐野市一族の気流、国津賀によって築かれた。官能2年には、 渡瀬川の分流がトロリになっていたものを回収し、渡瀬川の水を気流川に流す、溶害堀を構築する。堀の長さは約2500メートルで、現在は埋め立てられて一部がコロンバス通りとなっている。影響12年の有機合戦では、気流正綱の弟正都氏が出陣。京徳3年に始まる京徳の乱に際して、文章元年に、 家臣の谷金綱が、武州以下後に出陣したが、武運に恵まれず戦死している。戦国期は、北条氏、上杉白に従いつつ、神殿家な山城の由良しと構想。桐生松菜の第二後桐生氏の前世紀を迎える。永禄三年、桐生助皇は、関東官令として、北条氏を討伐に向かう長岡ゲ虎に従う。元気元年助皇が死去。佐野正綱の子。 桐流地勝つが、桐流氏の養子として、後を継ぐ。この頃、渡瀬川、桐流川の灌え養水をめぐり、桐流氏と揺らしの対立が表面化。小競り合いが繰り返されるようになる。地勝つは佐野氏から随心を徴用し、桐流氏不大の家臣たちを疎んじたため、家中の不和を生んだ。赤、萩城の首相里見和佐助、勝弘をよく思わない家臣による還元を、 キリュウチカツナが誤解し彼を切腹させるなど、家中の乱れにより、キリュウ氏は弱体化した。元気4年3月、大田金山のユラナリシュゲが秘釈山城を攻め、チカツナは海沢を越え、佐野に逃走する。天正2年、ユラナリシュゲが、神殿金山城を子に譲り、秘釈山城に隠居。天正6年に、ユラナリシュゲが死去。これに乗じて、キリュウチカツナが、 被釈山城奪回を図るが失敗に終わる。天正18年後、後北条氏の滅亡により由良氏が牛国領違いされ、被釈山城は敗される。ありがとうございます。